行かれました。くしくも同じような構図でした。中野でも田中区長という現職、向こうは4期16年やってまいりました。同じように児童館をゼロにするだとか、公園の木を伐採するだとか、あるいはサンプラザを壊して1万人アリーナを作るだとか、そういったトップダウンの政治続けていて、ついに区民の皆さんが怒って、こんなのは私たちの政治じゃない、そう思って市民が押し出した、野党共闘で押し出した区民の声をしっかり聞く候補者、それが圧勝しました。新しい中野区長になられました。画期的なことではありますけれども、当然といえば当然のことなんです。皆さんが追い詰められている、皆さんの、本当は皆さんのためにしなきゃいけない、私たちのために成長してくれなきゃいけない、そんな区長が皆さんを見ていない、私たちを見ていない、そんな時は市民が変えるしかないんです。私たちが政治を動かすしかないんです。この杉並でもぜひとも中野に続きたいと思っております。私はこの杉並区長選挙、権力対市民の戦いだと思っております。ぜひとも市民の方向を向いた私たちの政治を取り戻す、そして私たちはこの杉並に住んでよかったと皆さんが心から思えるような、そんな自治体、町をぜひとも一緒になって、これは私一人じゃないんです、皆さんと一緒になってぜひとも作ってまいりたいと思います。6月24日杉並区長選挙、選挙期間はまだ始まったばかりで今日から始まりました。大変今日私もいろいろ回ってきましたけれども、皆さんから本当にたくさんの熱いお気持ち、声援をいただきまして、むしろもっともっと元気になってまた明日以降頑張ってまいりたいと思います。皆さんのご支援が絶対に必要です。どうぞ区長に押し上げてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。